試合が終わって今日どのような感想をまずお持ちでしょうか。いや悔しいですけど、今日は横浜 FC さんのやっぱ出足の鋭さだとか気迫みたいなものに我々のが本当0コマ何秒ですけど、特に前半やっぱりこう差し込まれてしまったんで、そこが悔やまれるところですけど、本当にこうアウェーの地で、多くのサポーターファミリーが駆けつけてくれて、後半その中でもう一度ギアを入れようって話しましたから、その中で後半はぐっとやっぱり我々の方が総力だとかもう一度バトルのところで、インテンシティが上がってゲームになりましたんで、だからこそこのアウェーの地で前半からあれだけ来る相手にもやっぱり我々はそれ以上のパワーを出せるように、また日々のトレーニングからより集中してよりこうパワーを使いながらやりたいなと思います。今日の試合なんですが、試合の途中で人とあと形を変えながら戦っていましたが、やりたいことができなかったのか、やらせてもらえなかったのか、どちらの印象の方が強いですか。まあ、どちらかというと本当にこう横浜市さんのこの背後の圧力だとか前からのこう圧力みたいなもの、もう何が何でも今日は勝つんだっていう、そういうこう気迫みたいなものに少しこう気をされたところがありましたから、そうならないようにまたやっぱ日常を上げるしかないですから、この中でもやっぱやりきる、この中でも我々のパワーを持ってやれるようにまたやっていきたいなと思います。最後の最後まで大きな声を出してサポートしてくださった皆さんの声の力、次節にどう自分たちの力に変えていきたいというふうに考えていますか。ここで下を向いて連敗してしまうのか、また大きなエネルギーを使って我々がまたここから立ち直ってみせるのか、まだまだ我々がアドバンテージあることは変わりませんから、しっかりと1週間最高の準備をしてまたチーム一丸となって戦いたいなと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。